とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー初見攻略後半です。16回から30回までやっていきますね。今シーズン、長い。めちゃくちゃ長いんで嫌になりますね。森の矢筒をパワーアップしていきましょう。ここか。いやー、ここはね、ボスラッシュをやった時に、タワーボスラッシュ、ガストが2体同時に出てきて、もう積んだ場所だね。ここには、何も作れないっぽいね。 OKOK ならばアップドラフトとかで倒してあげれば問題ないでしょう。あそこなくなんの？それ損だね。今回結構矢が必要になりそうなんで、取っときたかったけどな。まあしょうがない、いりませんね。次、17回あ、なんかエンチャー入れよう。コール、いやー、いらんでしょ。弱な村人特攻と、まあちょっともったいないけどポーションバリアも入れて、いや一応無限入れとくか。行くぞ。おーいって、嫌なやつ。おお、まだ出るんかい。終わり。アップドラフトがすごくいい感じ。アップドラフトいいわー。あー、なんでやなんでや、一番当ててほしかったやつに当たってない。森のやつと無限は相性がいいね、やっぱり。槍に変えるか。槍変えましょう。で、まためんどくさい場所。嫌な場所だわ。今シーズンちょっとこれ、周回難しいよ。これは。周回できないわ、こんな長かったらさ。よし、ちょっと待って、クリーパー出るんかい、こんなところに、こんな狭いところに。へい、やば、あぶね。待て待て待て、やばい。あー、すごい場所だったな。よし、落ちずに行きましょう。 OK。 あ、商人だ、ようやく商人。えっけで、パワー、ユニーク、パワーか、ユニークにしてくれ。まあまあまあ、こうでしょう。ユニーク先の方が良かったな。ボスなんだ、落とせるね、一応。落とせる地形ではあります。何が来る。あ、ない。おお、ちょっと待って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 、すごい嫌なやつ。 OK、 おっしゃ、待てって、お前お前お前、はい、倒しましたね、これで。イリュージョナーが出る場所が分かったらもう大丈夫。あいつ
つがね、ちょっと場所がわからないと倒しにくいんで、次からは大丈夫。いやーめんどくせえなー。ほー、勇者アーマーとかでもいいかもね。変えましょう。ここかい、嫌な場所、本当に嫌な場所。なんでリープリーフに当たってくれない。すごいねこれ。よし、お、なんだここ、すごすぎるぞここすげえな本当に。よし、じゃリープリーフ多すぎだって、えぐっ。よし倒した、すごっ、なんだこれ。でもまあこれでおしまいでしょう。終わりでしょ。あれ、あ、そっちにいるんかい、わからん。そこは20回クリア。めんどくせえ、すごいステージばっかりだよ。よし、なんか仲間にしたい。 OK、 これ意外と槍で正解だったかもね。あ、うん、やーだ、まだ200何発かあるんで大丈夫だね。持つ持つ、こんだけあれば。でよし、終わり、まだか。結構意外といる。あと上、よし、 OK、 22回クリア。敵が多い、いらんかな。あ、でここか、はい、おいで。あ、槍との相性がいいね、槍との相性いいよ。行きなさい、いいんじゃない。うん、すごいな。よし、いいんじゃないの。まだ湧くねー本当に。終わりか。よし、23回クリア。あー、でアップドラフトをパワーアップさせようか。いや、コブクロスボウももう弱くなったね。そろそろ変えたい。あ、俺エンチャント何も入れてないな。槍になんか入れますか。あ、重力あるじゃん。おーおーおお、いや、これはいいエンチャだ。いきます、いいんじゃない。もう森の矢筒でのダメージになってるんで、ちょっと、あ、やばい、あぶね、落ちなくてよかった。あ、でも倒せるには倒せるんだね。うん、森のやつだったら倒せるには倒せる。うん、でも全体的にちょっと火力不足だ。もう少し火力を上げたい。よし、おいって、多すぎる敵が。
よし、もう出るなよ。終わり。よし、24回クリア。スピンブレード珍しいのがあるね。いりません。うん、なんかエンチャント入れないとちょっともったいないな。毒の矢とか全然ダメージはないよね。ないよな。槍もそろそろちょっと火力不足。まあ戦いやすいっちゃ戦いやすいんだけども、火力は足りてないね。 OK、 もうちょっと火力高いやつが欲しいな。いっけ、いいね。ああ、嫌なやつだわ。OK。 いや、まだ出てきた。いっけ、終わり。よし、25回クリア。全体的に嫌なやつらが本当に多い。あー、いや、うん、ボス戦にはね、持ってこいだけども、道中がちょっと今回ね、敵が多すぎるんで、ちょっと気をつけていこう。うん。いいかなとも思うんだけども、キノコないしね。一応、万全を期していきます。いけ。当たるんかい。行ってこい。嫌なやつらだわ。すごいね、エンチャンターもすごいいるし。オッケー、嫌なやつ終わりだね。はい、次行こう。メイスもいいかな。変えようか。ちょっと火力不足だね。メイスに変えていきます。クリティカル3の凶暴化ぐらい入れとけ。いきます。27、28。そうね、 あとちょっとね。すごいな、すごいな。 OK、 ちょっとえぐいな本当に。よし、ああでもすぐ終わるタイプだ。一気に出てきて一気に終わる。まあまあ好きな感じだけどね。でもあいつだからちょっと矢を打つのは注意。うーん、いまいちだな。いまいち、本当にいまいち。あ、でここか。いや久しぶり来たねここ。よし、 OK。で、ユニークで、そうね、武器上げてもいいかなと思うんだけど、いやいや、防具だ。うん。なら攻撃力も同時に上がって、いい感じだ。OK。お、いいんじゃない？凶暴化いいよ。いけ！ナイス。まだか。出てくるね、ほんとに。ほんと出てくるな。終わり。よし、ではここの報酬でなんかいいのが来れば嬉しいけども、うーん、
あ、カトラスが一番火力あるかもね。いや、魂のナイフもいいな。魂のナイフでいきます。うん、もう武器はそれで、防具をこれ上げて攻撃力 30% アップ。 OK、まあ、結局最後までこのフルプレートを着てきたね。フルメタルか。虚無のクリティカルの旋風、おお、ちょうどだったね。うん、行きましょう。テンペストゴーレムじゃなくてよかった。なんだ一体か。ああ、なんか拍子抜けだな。なんか拍子抜けするな。終わり。まあ、敵が多くてめんどくさいシーズンですね。これちょっと早く周回できる方法をなんとか見つけてみます。では報酬を見て終わりますね。いい、まあ物はいい。どうだ、爆発3いらないかな。イカはソウルフォーカスいらん。フロスト、これはいいんじゃない。当たりですね。まあ、あんまり強くはないだろうけど。はい。ということで、今日はタワー初見攻略の後編でした。前編もありますので、そちらもチェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。